天皇ご一家が6月2日に皇居内にあるもみじ山御養蚕所ですかね、を訪れて、まあ、養蚕作業を行われたみたいですね。ああ、みたいですね。もともとこれは5月31日に雅子さまが、予定されてたっていうことなんですけども、はい。それが、その雅子さまが体調が思わしくなかったっていう形で延期されてたのか。で、そこで、初めはその雅子さま一人の予定だったのが、その天皇ご一家で、御養蚕所を訪れてっていう形で、作業されたみたいで、だからもう愛子さまも一緒に作業されたみたいですね。手伝われたっていう形で。うん。みたいですね。まさか様もやっぱりまだちょっと体調を崩す時もあるんですね。いや、だからこれがもしかすると、美智子さまの仕業かもしれないってことですね。あ、そういうことなんですか。もともとその皇室スケジュールでは5月31日に雅子さまがもみじ山御養蚕所を訪れるって形で予定になってたんだけども、はい。その5月31日に上皇さまが疲れを感じられたっていう形の報道があって、はいはい。琉球っていう、それを鑑賞する予定だったのが、延期されたっていうのが、発表されたんですけども、上皇さまが倒れてる時に、お前は公務に行くんかみたいな感じで、脅しじゃないですけどはい。ああ、も、そういうこそういうと。形で、公務に行かせなかった可能性がありますね。はい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 。で、一応報道では、雅子さまがその体調が整わないみたいな感じで報道させておいて、実は本当の理由としたら、上皇様が倒れてる時にお前行くんかみたいな感じではい。脅した可能性もあるのかなってことでしょうね。そういうことなんですね。その美智子様とかね、昭島御前にしても、いつも雅子様の邪魔ばかりしてますからね。いや、してますね、よく。その公務の邪魔ばかりするというか、そういう形で、うん。小室圭と眞子さんの婚約内定報道の時も、地方公務に出てる時にわざと発表したりとかしてっていう形で、仕向けたりとかもしてるんで、はい。わざとそういう形で、公務を邪魔する形で持ってきたのかなってところなんでしょうけども、ただ、その代わり、その天皇ご一家がね、一緒に養蚕作業されるって形で、愛子さんも手伝われた形なんで、それで良かったのかなってところではありますけどね。うん。結果的には良かったんですかね。でももしそれがね、本当だとしたら、雅子様が体調悪くないのに悪かったことにして、美智子様に気使うのは逆の方がいいんじゃないかっていうね。ただ、報道では、その上皇様が、その体調が優れないからっていうところは速報で報じてるくせに、雅子様のことは別にそういう形で速報でもないし、ちょろっと記事が出る程度なんでね、これで報道の仕方もどうなのかなっていうのもあるし、逆にその天皇ご一家で養蚕作業されたっていうんであれば、そっちの方が話題性があるから速報でもいいんじゃないかなっていう形ではあるんだけども、それは1日遅れてから報道っていう形で、この辺が、どうなのかなってところでは、ありますけどね。そうですね。愛子様、愛子様でね、そう、養蚕の作業とかも結構長くされてるということで、そうですね。うん、12年ぐらいね、蚕の飼育とかもしてるという。ただ、このもみじ山御養蚕所っていうのは、使わせてもらえなかったというかね、これまでは眞子さんとかは、その美智子様とかが読んだりとかして、作業させてもらったりとかしたことあるらしいんですけども、その愛子様は、そういうところに呼んでくれないっていう形でね、嫌がらせなのか、分かんないですけども、どうなのかなってところはありますけども、うん。まあでも、いまだに美智子様に気を使う流れなんですね。そういうのあるでしょうね。ちなみに、そのプレジェンドオンラインとかでは、眞子さんは小室圭への愛を貫いたのかっていう形で、記事になってましたけども、はい。中身的には、そこで佳子様の上げ記事とかが結構書かれたりとかしていて、母親の紀子様に、切り込んだ佳子様っていう形で、2014年の、記者会見の時に、家族について、性格とか、どんな存在かみたいな感じで質問があった時に、紀子様は非常に優しくて前向きで明るい人だと感じることが多くございますみたいな感じで答えたりとかして、はいはい。で、バッシングが始まった2019年ぐらいから、眞子さんの結婚について当人の気持ちが重要であるって形で考えてるって形で、で、眞子さんの気持ちが叶う形になってほしいっていう形で、眞子さんの味方になったというかね、そういう形の声を上げたりとか、はいはいはい。あと、その理想の男性像については、以前もお答えしていますがっていう形で、一緒にいて落ち着ける方がいいと思いますみたいな感じで答えたんだけども、ただ、相手がいるかいないかっていう、彼氏のことについては、言及しませんと。今後も含めてお答えするつもりはありませんっていう形で、言ったっていう形で、言ってましたね。この辺だから、その他の皇族とかやったらね、
まあ、ユニークを交えながら会いたいとかするんですけども、まさかたち、まあ、きっぱりと答えたっていう話で、でまあ、この書いてる記者っていうのは、佳子さまがこのきっぱりと答えたことに対して、まあ、素晴らしいっていう形でね、まあ、褒めていただいてましたけども、上げてる感じで。ファンになりましたみたいな感じで書いたりとか。はいはいはい。それでファンに。そうですね。自分の意思を通してる感じがってことですか。そうですね。だまあこの辺はだからまあその最近佳子さまが公務嫌いみたいな感じでね記事が出てからそれまあ反論するための記事をすぐに書かせたんでしょうけども、ああそういうこと。そうですね、一応昨日ね第69回産経児童出版文化賞のまあ表彰式みたいなに出席して、まあ、佳子さまなんかお言葉を述べられたっていうのがありますけど、やっぱりコメントとかにはこの人が本を読んでる姿は想像できないと、はいはい、ミスキャストなんじゃないかみたいなそういう否定的なコメントとかもやっぱ多くて、まあそうですね、だからいくら上げ記事みたいなね書こうともなかなかイメージ上がらないと思いますけどね。そうね、まあ、だからまあ公務出てないからっていうことで、まあ、すぐに公務出させたんかも分かんないですけどね。ああそこは早いんですね、迅速に。まあ、なんかそのオンラインで公務をこなしてたみたいな感じでも記事を書いてましたけども、うん、これまでね出てる公務が少ないみたいな感じで書いてたけども、はい、オンライン公務はこなしてますよみたいな感じでね、はいはい、まあ、いろいろとまあ言い訳なのか書いてましたけども、はい、その佳子さまを褒めてる点としては他にもなんか例のガールズメッセの100周年の記念式典でビデオメッセージ述べてね、うん、まあ、そこでまあジェンダーギャップ指数が120って形で日本はとてもまあ残念な数値だって形で、まあ、発言について、まあこれは素晴らしいって形で思い立たれてるんだけども、はい、まあ、この発言っていうのはね基本的にまあ政治的発言なのでね、まあ、政治に突っ込んだ話だからまあその皇族としてやったらいけないことなんですけどね、うん、まあ、タブーとされていることなのにそれをまあ称賛するっていう形で、はいはい、まあ、どうなるかなってのもあるし、あとまあ花柄のファッションとか、まあ、そういったことも思えたりとかしてね、やたらとなんかまあ佳子さまをまあ褒めたたえる記事を書いたりとかして、でまあその眞子さまに関しても褒め記事じゃないですけどね、ほう、まあ、これまで公務を頑張ってくれたみたいな感じで、まあ、レスター大学を修了して、まあ、その年の12月には外国を公式訪問して、うん、まあ、ブータン以外にもまあその中南米を中心にまあ遠い地を訪れて、まあ、必ずそこではまあ和服に着替えたりとかして挨拶とかまあパーティーに出席してみたいな感じで褒めてましたけども、ただまあ実際にはねその和服で場違いな投げキスとかしたりとかしてっていう形で、あ、見たいですね、書いてたんだけども、まあそういうことについては言及しないっていう形でね、だからまあ都合の悪いことに関しては報道しせずに、まあ、褒めたたえる点だけ記事にしてるっていう形で明らかにまあ買収されてるのかなって感じではありましたけども、一応まあその眞子さんは学生時代から結婚を強く望み、まあ、出会った小室圭と愛を貫いたって感じのまあ記事になってましたけども、はい、ただまあ国民からしたらね、まあ、その愛を貫いたっていうのはそのだんまりを貫いたというかね、あ、説明せずに、まあ、だんまりを決め込んだというか、うん、何かもこの説明するために時間稼ぎしてたのに結局説明せずに行ってしまいましたね、まあ、逃亡したっていう形だからねこの辺が何なのかなっていう形でね国民は思ったんでしょうけども、一応まあその皇室典範12条のことも書かれてて、まあ、皇族女子というのは天皇及び皇族以外の者と婚姻した時に皇族の身分を離れるという形でまあ定められてて、はい、まあ、それ以外に女性皇族が身分を離れる手段がないみたいな感じの書き方もしてましたけども、うん、まあ、そういう意味じゃあその秋篠様のこともね、まあ、挙げ記事みたいな感じで書いてましたけども、秋篠様はまあジェンダー問題とかにもまあ理解がある男性っていう形で、うん、職員とかもね助監という呼び名を辞めて休務官に統一をして、あ、まあ、職場としたら、まあそのまあ、ジェンダー問題とかに、ね、理解があるという形で、まあそのまあ、一応まあ眞子さんの、まあ、仕事場としたら、まあ、上司みたいな感じになるんだけども、はいはいはい、まあ、働きやすい上司だったんちゃうかみたいな感じで、まあ、想像するみたいな感じで書かれてましたけども絶対そんなことないと思いますけどねまあ実際にはねその女性社員ばっかり辞めるから、まあ、それがバレないために休務会に統一したっていうこともあるんでしょうけどね紀子様とかがね女性社員に対してばっかりなんかきつくやるからって感じでね、確かにね、まあ、その眞子さんが職場を退職したのは皇室の構造そのものの問題で、まあ、男系男子でつなぐのが皇室の核心である以上は、まあ、女性は男子でない存在で、まあ、嫁いできた人の一番の仕事は出産って形で、うん、まあ、そこで生まれた人は、まあ、その結婚退職しか決まりがないみたいな感じで書いてたけども、はい、ただまあ皇室典範11条にはね15歳以上の皇族は皇室会議を経て皇籍を離脱することができるって形で書かれてるので、別に結婚以外でもね女性皇族はできるんですけどね、うん、ただまあその、まあ、苗字がないって問題もあるんで、まあ、その出るんであれば、まあ、苗字を決めなければいけないんで、まあ、通常であればまあ秋篠眞子とかそういう形になるか、まあ、あとはまあその辺はまあ融通を聞くでしょうからね、まあ、安西眞子とかそういう形でもできるでしょうしはいはいはい
まあ、ちなみになんかその眞子さんはね、その学生時代は秋篠宮眞子みたいな感じで治ったみたいですけども、うん、まあ秋篠宮っていうのは宮号なんでね、その眞子さんは基本的に使えない名前というかね、宮というのが使えないと、まあ、宮号なんで秋篠宮様だけに使われるあれなんでね、はいはいはい、だからその、まあ、眞子さんには基本的に、まあ、使われないんだけども、うん、眞子さんがだから使うとしたら、まあ、眞子内親王殿下っていう形で名乗らないといけないんだけども、本来間違ってると名乗るんであれば宮号だから秋篠眞子であればまだ分かるんですけどね、ああ最悪ね、まあ、どうしても名字っぽくしたいんであれば秋篠眞子っていう形になるんでしょうけどね、まあその辺も分かってないのかなって形ではありますけどもまあ悠仁さんをね、秋篠宮悠仁と、まあ、試験とかにそうやって書いてたら、あそうです ね, ね、名前間違いなんじゃないかみたいなね話も当時ありましたけど、うん、まあそうですね、うん、まあ、結婚して、まあ、締めくくりとしたら女性皇族は、まあ、結婚しかないみたいな感じで、まあ、書いてましたけども、はいはい、まあ、なぜかその、まあ、そういうところに言及する割には女性天皇についてはね全然突っ込んだ記事を、まあ、書けないっていう形でですね、うん、まあ、やっぱその秋島家にとって、まあ、都合の悪い話は一切書かないっていうところなんで、まあ、買収されてるのかなとかでしょうね。買収されてるんですかね。まあでもなんかね、この最近発売された秋篠宮っていうね書籍に関しても、まあ、天皇陛下も不快感を示されたっていうような記事もありましたけど、そうね、なんかデイリー新潮で記事になってましたね。なってましたね。まあ、一応その、まあ、秋篠様が、まあ、号を出した本っていう形なんでね、はいはいはい、まあ、タイミングとしてもやっぱ意味があるんだろうっていう形では書かれてましたけども、なんか出版されるまで天皇陛下もされることすら知らなかったと、まあ、連絡もなかったし、そうですね、よっぽどやっぱりね、なんかもう仲が悪いのかなってね、天皇陛下と秋篠宮様も、そうですね、うん、まあ、一応まあそのこの本では小室家については秋篠宮家は全く関係ないってことが、まあ、訴えたかったってことなんでしょうけども、はいはいはい、ただまあその眞子さんがね私がお願いしましたっていう形で発言してるので、そうですね、ちょっとまあここでね矛盾が生じますので、ね、秋篠様も、まあ、眞子さんから話を聞くとか言ってる割にはその辺の話を聞けてないってところでね、ですね、まあ矛盾はしてるし、本も結局炎上してレビューができない状況になったりとかして、今ね基本的にまあ皇位継承順位が1位の立場で相手がある事柄についてね、その本音を明かしたっていうのは軽率だみたいな感じで宮内庁もまあ考えてみたいですけども、はい、まあ、天皇陛下にもね相談されなかったって形で、基本的にその秋篠様っていうのはメディアに対してね報道のあり方をについてまあその疑問を呈したりとかしてる割には、うん、こういったことに関してはまあ、自分からメディアを利用して意思表明したっていう形で、はいはいはい、ちょっとまあ矛盾しまくっているというかね、いや確かに確かに、まあ、その点について、まあ、天皇陛下が不快感を示しているんだろうということなんでしょうけども、うん、逆にこれがその秋篠様が直接出した本であればその別に天皇陛下も不快感を示さなかったんちゃうかっていう形で、あ確かにね、まあ、書かれててメディアの手を借りてこういう本を出したってことで、まあ、不快感を示しているんだろうってことですね。そうですね、しかも特定のねジャーナリストの人に、そうですね、まあ、それ利用してっていう形で、まあ、この辺がね天皇陛下も頭が痛いんでしょうけども、痛いでしょうね。一応まあその天皇陛下のことに関しては、まあ、テイミスとかでも昔の記事とか書いてあって、その秋篠様が、まあ、清子様と、ね、結婚された時のこと で、まあ、その結婚した直後にちょっとまあ天皇陛下が落ち込んでたのか、まあ、そこでまあ励まそうみたいな感じでね、まあ、パーティーがあったみたいなんですけども、はい、まあ、天皇陛下は結構すごいお酒が強いみたいで酔うこととかないみたいなんですけども、うん、まあ、その時にはちょっとまあ結構お酒を多めに飲んでたのか一点を見つめて動かなくなった時とかもあったみたいで、はい、まあ、そこでまあ周りの人が大丈夫ですかみたいな感じで声をかけたら、うん、まあ、ちょっとまあうーんみたいな感じで言われて、まあ、黙ってしまったみたいな感じ でそこからまあ別室に行って休まれたっていうことなんですけども、うん、でまあそのパーティーがお開きになりかけの時にその秋島ご夫妻が来て秋島様が紀子様を紹介して回ったっていう形 で、まあ、そこからまたなんかその秋島様はまあ飲み直してどっかに行かれたみたいですけどね、まあ、秋島様はまあお酒が好きなんでしょうけども、うん、ある中って言われてますからね。そうですね、うん、まあ、それからまあ秋島さんが来たから、まあ、天皇陛下が乗いたのかも分かるんですけどねまあそれが分かるんですけども、あ一緒にいたくないから同じ空間に、うん、秋島様もね、まあ、ある中の症状なのかいつも手を押さえたりとかしていて、本来であればこういうある中とかそういったまあ私的な部分について逆にまあ、自分にとってね、秋篠宮にとってネガティブな部分をこの本とかで書いてたらまだちょっと印象は違ったかも分かんないんだけども、ああ本当ですね、だからまあその自分にとって、まあ、その都合の悪いことというかね、そういうことは一切書かずに私は悪くないみたいな言い訳の内容ばっかりの本っていう形で、まあ、これだけ炎上したのかなってところで、
まあ、福島県はまあこれまでね、そのずっと最近は眞子さんも国民に喧嘩を打ってね出て行って、うん、でまあ最近にはまあ悠仁さまも盗作作文とかで、まあ、ご指摘に感謝っていう形でね、はいはいはい、で福島ご夫妻はまあコロナ対策とか言って車移動とかねしたのに、まあ、すぐまた次の公務では鉄道を利用したりとかしてね、おかしなね、まあ、この意味不明な行動してるっていう形で、せめて佳子さまだけやみたいな感じで、まあ、挙げ記事とか、まあ、そういう形でやってるんでしょうけども、うん、まあ、今度のねろう者大会にはまあ連席されないっていう形で、ああ広島行くね、そうですね、基本的にここはまあその、まあ、就職のきっかけもこの紀子さまがまあその、まあ、そういったね、まあ、手話とかそういうのやってたりとかして、まあ、そういうきっかけもあるだろうし、うん、まあ、それもあって高校の時もね手話のパフォーマンス甲子園とかにも出場したりとかして、まあ、そういうところに就職したのに、その会社のメインの仕事というか、そうですね、まあ、その大会にまあ連席されないっていう形で、確かに確かに、まあ、その裏方として出席するにしても、うん、公にしてもいいんちゃうかみたいな感じで、まあ、書いたりとかしてましたけども、別にね体調が悪いとかっていうわけでもなさそうですしね今のところ、そうですね、まあ、だからまあ普段別に勤務もしてないわけだろうしね、はい、行ったところで誰とも知り合いおらんしって感じで、ちょっとまあ気まずくなるかも分かるんですけどね一応本来ならね親がね参加するわけですから、別に知り合いがおるといえばおるんですけど、まあ仲悪いから喋りたくもないんですかね、そうですね、というかまあ親いなくても別にねここの自分のところの会社が主催してるわけだからね、いや行ったらいいのにね、別に行けばいいんですけどね、まあ、その辺がまあどうなのかなっていう形で、佳子さまはね2019年の、まあ、大学卒業してから、まあ、全然仕事もせずに大学院にも進まずに公務を大してしてないっていう形 で、 確かに、でようやく、まあ、その入った会社が全日本ろうあ連盟っていう形で、まあ、就職して、うん、でそこのメインイベントの公務も呼ばれてるはずなのに行かないと、秋島はご夫妻しか臨席されないっていう形で、はいはいはい、まあ、この辺がねそのリモートで仕事できるのかって話なんですけど、その聴覚障害の現場とかでいや本当意味ないの、意味ないと思いますけどね、そうですね、うん、この辺がどうなのかなって形で、まあ、一応なんかその佳子さまがそのやる気がない原因の一つとしてはやっぱ眞子さんの結婚があるんちゃうかっていう形で、まあ、擁護なんでしょうけども、うん、まあ、その眞子さんが結婚していろいろまあ話を聞いてるだろうから、まあ、そういう話を聞いてるうちに自由になって出てったはずなのに、全然自由じゃないと、ちょっとまあいろいろとあんまり出かけにくい現状があるとか、まあ、そういったところもあるでしょうし、まあ、そういった現状があって、まあ、モチベーションが下がってるんちゃうかっていう形でも言われてましたけども、あ、自分の将来とかも重ねて見てしまったんですかね、そう、うん、まあ、そういうのもあるでしょうし、まあ、他にモチベーションが下がっている点としては、愛子さまが最近ね成年皇族の会見やって、まあ、めちゃめちゃ人気が出てっていうところで、確かに、まあ、その自分の存在感が薄まってしまったっていうことで、まあ、ちょっとまあモチベーションが下がっているのかなっていう形で、絶対佳子さまってちやほやされたい性格っぽいですもんね、まあそういうのあるんでしょうね、うん、まあ、まあそういうまあアピールしたがるというかそういう形なんでしょうけども、まあ、本来ねその、まあ、愛子さまも別に目立った活動とかされてないんだけども、まあ、ここまで人気が出てしまったっていう形で、頑張ってやって、まあ、真面目な人ほどね、うん、あんまり多くを語らないというか、あ、確かにそうですね、まあ、逆に、まあ、その辺でねアピールしまくってっていう形で無駄に記事ばっかり出してねアピールしてるんでしょうけどもまあ昔はねなんか美しすぎるプリンセスみたいな感じで佳子さまフィーバーみたいなのが起きてたみたいなね時期もあったっていうのがよく記事になったりもしてますけど、そういった時期をこう超えるとちょっと寂しいんですかね佳子さま的には。まあこの辺がね、まあ、今のところはねその、まあ、仕事も嫌やし結婚もいろいろ言われるし、うん、まあ、その辺でねいろいろとあるんかも分かんないですけども、まあ、ただまあ秋島県に関してはね今後どんな展開になっていくのか皆さんの予想とかも聞かせてもらえると嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとチャンネル登録まだの人は登録の方もお願いします。よろしくお願いします。